にちは、伊藤村井です。鈴木です。佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、お待たせしました。はい。これもう今日スタートでうちは。そうです。ね、はい、コロナもあってだいぶ遅れちゃいましたけども。ようやくスタートですね。まあ20年 AW ミッドウェストの今回のラインナップの中でも一番問い合わせ多かったと言っても過言じゃないんじゃないですか。まあ、ブランドサイズ自体ではもう1月に発表されてたわけで、ショーの終わりでスタートしますよということが、はい、でも一挙ラインナップもフルで公開されてたりとかで、まあ1ヶ月前ぐらいにラッシュモンズのインスタグラムのアカウントでも紙コロス的な販売かなという匂わせ投稿があってようやくという感じですね。ではまあ早速ミッドウェストのラインナップをご紹介していきたいんですけれども、ミッドウェストでは全5型あるんですよね、はい、でサイズは全て40から43の展開になっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ではまず最有力候補、はい、でランウェイで履いてたのはもうほぼこれの白ですよね。はい、2001、はい、2001、はい、まさに2001年、はい、宇宙の旅ということで確実にインスピレーションさせる、はい、まあ未来宇宙へ向けたフットウェアっていう紹介でいいのかわからないですけど、お値段の方は79,200円ですね。ラッシュモンズには欠かせないその宇宙とかそういうスペーシーな要素が組み込まれたフットウェアとなっておりますので、早速3人で着用していきたいんですけど、藤崎さんが黒の43の着用で、はい、佐藤くんがブルーの42、村井がホワイトの41の着用です。では行ってみましょう。シューズの紹介なんで今日は下半身アップでお願いしたいと思います。もう一度言いましょうか、はい、僕が白の41の着用でミニマルだな、はい、僕普段 5.5 で履くんですよ。ちっちゃっ、はい、でラフアディダスとかはそれこそ 6.5 とかで買ってたんで、41で UK8 で買ってましたね。26でぴったりです。ややこうコンパクトめ、やっぱり見た目通りこうスリムフィット。ワイズはそんなないですね。はい、ピタッとくるような履き心地です、ね。上から見ても小鼻の見えない。もうバレエシューズです。はい、そうです、ね。バレエシューズ、まあ、いわゆるなんか旅、はい、ああいう系のシューズですね。で僕で、ブラックの43、はい、僕リック42、ラフアディダスもオズリー5とか UK9。はい、で27センチっていうビルケンで測ってもそのサイズでした、うん、はい、で43、まあ、ちょっと大きいんで、まあ、42でいいかなって感じですけど、はい、バランスの感じ的に見ておいていただけると、はい、で佐藤君が僕ブルーのティプストリーブルーです。えタペストリーブルー、タペストリーブルー、タペストリーブルータペストリーブルー42です。42はバランスいいな。 26.5、27センチのスリーブルー、まあ、もうズバーだね、まあ、42ジャストですか、うん、はい、ただまあ、42でも42が適正サイズなんですけど、あの昨日41入ったら41でも意外といけました。そうだよね、これだからあんまりサイズいつもと変えんでいいかなっていう印象ですね。そんなにこうブレがないんで、別にちょっと大きかってもちょっとちっちゃかっても、はい、なんかこう履けちゃう感じはある。確かに、はい、そうですね、はい、俺も41でハモ入ると思う、はい、まあ、このもうヒールでしょ、やっぱり、うん、ミニマル、もう本当にミニマルだね。あ、これサイドゴアっぽいですけど、機能的ではないです。ジッパー開かないと難しいですけど、はい、多分半履きぐらいで履いてても全然、うん、あの問題ないぐらいのフィット感ですね。いいんじゃないでしょうかね。はい、では続いてソラリスハイいきます。はい、続いてはこちらのソラリスハイですね。ソラリスハイ、はい、星の名前がついてるんだよね、全部ね。そうですね、星だったり、まあ、宇宙の銀河系にまつわるキャラクターの名前とか、いろんなところから、あ、そうですよ、いろんなところから取ってきて、これはなんで先ほどの2001杯のタイプで、まあ、ソールがカラーのコントラスト効いた切り替えになりますね。こちらの方法も79,200円となりますので着用していきたいと思います。さあ続いてはソラリス、着用のサイズからご紹介しておきましょうか。僕さっきの2001、黒の43履いてましたけども、あれと同ラストで今度41履いてます、うん、でも全然大丈夫です。いつも42ぐらいの靴選びますけど、そんなに張りも出ないし、幅の合う方だったらあの41履かれて問題ないと思いますね。むしろこっちの方が、はい、あの足首周りのフィット感とかが綺麗に出るんで、うん、ラインが綺麗だと思います、うん、まあ、店頭ではその辺ちょっと1個下とかも履き比べてご紹介させていただきたいですね、うん、ね、履き比べてもらいたい、はい。
佐藤くんはサイズが2ですね。42ジャスト、はい、ジャストです。まあ、確かにさっき言ったように41でも履けるなという感じもある、うん、はい、まあ、オンラインで買われるならもうそのサイズがベストですかね。店頭ではちょっと見てもらいたいなっていう感じですね、うん、だからさっきの2001が壊れて、はい、膝じゃない、このヒールを補強したバコってなんか別のものひっつけたみたいな感じっていうのはどう、ウィーンガチャンみたいな、そんな感じで言っとくのはどう。そんな感じだね、はい、なんかそれだって今回宇宙船がなんか突っ込んでるみたいな感じのちょっと破壊的な要素もあるじゃん。隕石が落ちてきてみたいな、なんかランウェイでしたもんね。あ、そうなの。いや、わかんないですけど、そんな感じのそうだよね、なんかちょっと朽ちた感じの要素があって、はい、それをこうあの新しい素材とミックスしてるっていう要素が非常に感じるものになっております、うん、はい、はい、じゃあ次行ってみましょう。サイオンっていうのは、うん、キャラクターの名前らしいですよ。なんだ、宇宙空母ギャラクティカかな、確か。なんかそういうのもなんかキャラクターにあるアニメ、なんか、はい、金属のなんかすごい強そうなやつ。へえ。なんか一番キャラクター味あるんですよね、このボリューム感といい、うん、なんかアッパーとソールが融合してんだよね。うん、これも可愛いですね。はい、こちらは、はい、2色になりますね。これも先ほどと同様にコントラストが効いてて素敵ではないでしょうか。はい、では履いてみます。はい、ということで次はサイロン。サイロン先にじゃあおサイズ感だけご紹介しておいてください。はい、僕のサイズが42です。はい、2001とソラリスハイ、でサイロンと来てどう、42一緒の感じ。あ、そうですね、一緒の感じではあります。ちょっと幅でもあるよね、うん、これでもラストがちょっと幅広くなってる感じで、うん、なんかこれに関してもワンサイズ下で全然いけるといけそうな感じはします、うん、なんか皮もちょっと脂肪があってなんか柔らかそうな感じもあるかな。他のブースと違います。さっきのヒールが全部あるって感じのね、はい、うん、そうですね。ちょっとだけ裏返しとく、こっちの方が歩きやすい感覚的に、造形的な感じです。なんかスニーカーブーツみたいな、うん、まあ、いわゆるダットっぽいタイプではね、一番ボリュームがあって、うん、あ、で僕で43、はい、でも結構大きい方も対応できると思いますね。これだと幅もあるし、これ履けそうですね、はい、うん、かわいいです。いい配色でしょう。ラフシモンズらしい配色ですよね。アッパーの白もちょっとクリームがかってます。この辺結構エノピはホワイトではなく、はい、少しこう素材の主語のある素材で、うん、クリームかかった白という形の合わせになってます。はい、続いてはこちらのアンティという名前で、アンティ、アンティかな。これはちょっと名前の由来はあんまりわからなかったです。いろいろ調べてきたんですけど、こちら 52,800円で3色展開になります。これ面白いですよね。でも未来的フットウェアというか、このアッパーの部分に交換できるアッパーがあるっていう。白は紫、紫は黒、黒は黒のスウェードの素材で切り替えができるということですね。でも安全靴も多分紐を巻き込まないような感じなんだよね。安全靴から取られてるんですかね、アンティみたいな。いや、でも分かんない。あ、そっか、名前アンティっていうの。はい、まあ、その辺のシーンは定かではないですが、はい、こちらも履いてみたいと思います。一番いい気がします。スニーカーやっぱうまいですね。うまい。うん。アンティ。うん。アンティ。てかまああれらしいですよ。このラフシモンズランナー自体、結構いろんなブランドでスニーカーを作ってきたデザイナーさんを招いてやってるらしい。なんかラフがこのフットウェアラインを作るっていうので、そういうフットウェアデザイナー探してて、ちょうどいいタイミングでその方が見つかってスタートしたっていうのも聞いたので。あ、そう。はい。っていうので適当な素材の組み合わせですね、うん、でパープルはね、このちょっとソールがメタリックになってるのも嬉しいですね。メープル、ここのちょっと見えます。へー、あー、ほんまや、はい、これ一番ラフシモンズらしくていいんじゃないですかね。あ、黒やそうですね、パープルだけそこ美味しい部分なんですよね。これ紐なしでも開けます。中はバンド入ってるんで、はい、もうなしでも開ければ全然。あとこのまま履いても可愛いですよね。はい、まあ、縦も取る、はい、
あとは安定さん、このアッパー切り替えがあるのでそれも見ていただきましょうか。はい、これアッパー変えたらなんかアッパーだけ宙に浮いてるみたいですごい不思議な絵面。こっちから確かに未来感はあるな。マジ宇宙、マジ宇宙これ。なんか絆創膏みたいっていうか、あのテープで貼ってるこの即席でデザインしてるようなインスピレーションあるな。なんかあれっぽいです、ラブがニューヨークでコレクションのあのガムテープこうぐるぐるぐるってウエスト巻いたみたいな、こう即興で作ってる感があって、変だけどいいね、やっぱりね。デザイナー、デザイナーしててかっこいいですこれ。言い方がいいのかわかんないですけど。いいね、はい、はい、以上、安定でした。これ黒、ネイビーよりかややネイビーですかね。あ、でも黒で一緒だ、一緒。はい、これは一緒です、ね、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、ではラスト、オリオン。めっちゃ名前ベタだ。オリオンっぽい、オリオンっぽい、オリオンっぽいよね。このワンカラーのスタイリッシュさたまんないですね。みんなやってるけど、まあ、やっぱラクシモンズすごいわ。いや、そうですよ。しかもこれ下星です。え、あ、全部、はい、いや、これだけじゃないですか。あ、さすがオリオンというところで、こちらはなんと 27,500 円、税込み、税込み、めっちゃいい、はい、3色ですね、ネイビー、はい、ホワイト、ブラック。では履いてみましょう、はい、いやオリオンもスタイリッシュでいいですね。一番ミニマリズム感じるかもしれないですね、オリオンも。あの単にバンドがついてるんで、はい、めっちゃフィット感いいです。で、これも僕41で履いてて、藤崎さん 43 です。佐藤くん42で、まあ通常通りのサイジングでこれはまあいただいてるかなという感じですね。27ぐらいから始まったら42か、はい、なんか以前のアディダスの時にやってたスタン・スミスよりもより一層こうミニマルっていうか、まあやっぱデザインが削ぎ落とされてる分、なんかちょっと革靴まではいかないですけど、なんかスニーカーと革靴の延長ぐらいの、うん、間ぐらいで履けますね、テンションで行っていただいていいかな。スニーカーが感がやっぱ減ってるよね、みたいな。はい、そうですね。スタン・スミスでは見えない。多分まあアディダスやってマーチンとかやってランナーに行き着いてる感が、しっかりこうフットウェアのプロダクトもアップデートされてる感があるんじゃないでしょうか。はい、佐藤君どうですか。いいです。佐藤もおすすめです、はい、いやどれもいいんで決めかねますね。いかがでしたでしょうか。ということで5型一挙全型レビューで、もうこれは保存版にしておいてください。はい、まあ、これからも長く続けていくフットウェアラインという位置づけでスタートしてるみたいなので、はい、まあ、ラフシモンズはねこのタイミングでようやく洋服も結構上がってきたんで、またそれはまだ SS のショーもないから、なんとも次のことはね分からないわからないです。秋冬の洋服を見に来てください。また次はまた動画にします。ウェアはまだそんなにいいんですよね、これから。はい、では今日はこの辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。